失礼いたします。あ、そのままで大丈夫ですので横になっていてください。すみません、体調を崩されていると聞きまして、何かできないかと押しかけてしまいました。まずはお熱を測らせてください。手が冷たいかもしれませんが、少しの間我慢してくださいね。確かに少し熱があるようですが、あまりひどくなさそうで安心いたしました。あ、食欲はありますか？そうだ、お水はいかがでしょうか？それとも他に欲しいものがあったりとか。こういう時無力な自分が恨めしいです。あなたのように美味しいご飯が作れたら少しはお役に立てたかもしれないのに。本来であればすぐにでも滋養強壮に効く雑草を取りに行こうと思ったのですが、辛そうにしているあなたの顔を思い浮かべたら、いても立ってもいられず、決して一人にはいたしません。私、ペリアルが片時も離れず、そばにいます。ここで、ずっと、あなたの手を、握っていますから。ですから、どうか、どうか、すぐに良くなってくださいませ。あなたの笑顔が、戻ってきてくれること、待っていますから。